サンエクスプレスはトルコ共和国のアンタルや日本社を置く航空会社。ヨーロッパ、アジア、北アフリカの各地へ定期便やチャーター便を就航している。ドイツのルフトハンザドイツ航空とトルコのトルコ航空が1989年に合弁会社を設立したのが始まりである。最初に保有した機材はボーイング737から300であった。 現在は、両者が50%ずつ出資している。2010年春、新しいロゴを採用するとともに、航空機の塗装を一新。2012年には、ドイツのフランクフルト空港を拠点とする、系列航空会社、サイエクスプレスドイツを新たに設立した。基本的に、同社が、ハブ空港としているアンタルヤ空港とイズミルのアドナン、メンデレス空港を拠点として、 トルコ国内のみならず、ドイツをはじめとするヨーロッパ各都市へ就航している。季節限定便やチャーター便を積極的に運航しているため、季節によって就航都市は様々に異なる。さらに、ベルリン・テーゲル空港、デュッセルドルフ空港、フランクフルト空港、ケルンボン空港、ライプツヒハレ空港、ミュンヘン国際空港、シュトットガルト空港で、 サンエクスプレスドイツと接続する。リゾート地として知られる、エジプトのフルガダやスペインのパルマデマヨルカ、フエルテベントゥラにも就航している。2021年8月現在、以下の機材を保有している。ありがとうございます。